こんにちは、案内役の石塚なつみです。東海道五十三次など数々の浮世絵で有名な江戸末期の絵師歌川広重、ご存知の方も多いと思います。その広重が名所江戸百景という浮世絵の中で江戸時代の千代田区を独特なタッチで描いています。そこで番組では千代田区を描いた作品にスポットを当て、広重が描いた千代田区と題して麹町地区編、神田地区編と2回にわたってお送りします。現在の風景と対比しながら町の移り変わりを追うことで歴史ある千代田区を浮き彫りにしていきたいと思います。ご案内してくださる方は日比谷図書文化館文化財事務室の高木さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。名所江戸百景はですね、幕末の激動の時代に入る直前のゆったりとした江戸の風景から人々の生活から風俗などをですね、版画の世界で書き残したものなんです。春夏秋冬の風物を織り込んでですね、季節の移り変わりを見事に描いてます。それから安政の大地震後のですね、江戸の町の復興ということも祈りを込めて書かれたというふうに言われています。水の都江戸、広重の水と空の色は江戸後期西洋からもたらされたベロ藍で彩色され、吸い込まれそうな水の深みと清涼感あふれる空を独特なグラデーションで表現しました。西洋では広重ブルーと呼んで称賛し、また遠近法を使った斬新なアングルは印象派の画家に多くの影響を与えました。広重はこの5つの地点で麹町地区を描いています。まずは霞が関から紹介しましょう。霞が関は江戸時代には大名屋敷が立ち並び、錦絵にもよく描かれています。明治時代になると新政府の機関などに転用され、現在でも中央官庁街の代名詞として使われています。霞が関外務省上にやってまいりました。左が合同庁舎、右が外務省ですね。そうですね、はい。広重の時代は左側の方が広島の浅野家の42万石、右の方がですね、福岡の黒田家の52万石の、上屋敷でした。両方ともちょうど坂に向かってですね、両方の屋敷とも重厚な屋敷塀がですね、こう並んでいる。広重はそんな風景を描いてるんですね。だいたいこの辺から描くとあの絵のような感じになります。はい。黒田家の上屋敷がそのまま外務省になったってことなんですね。本当に広いですね。広重はどんな気持ちでここを描いたんでしょうか。そうですね、絵を見ますと画面の、ね、中央の上にタコが描かれてますので、お正月を意識した、って描いたんだと思います。それから周防大門の、服を身につけた、一行が上がってきてますけども、あれは、年始のご挨拶に途上した帰りの武士の一行じゃないかと思います。あとは、大神楽のですね、一行も描かれてますけども、この人たちは、各お屋敷とかを回ってお祝いを述べてご祝儀を、もらったような形で、そういうふうな正月のね、風景とかを織り込んで描いているんだと思います。現代の私たちが知らない江戸時代の正月の風俗が描かれてるんですね。そういう意味でもね、貴重な作品だと思います。それから、画面の一番手前のタコにですね、よく見ますと魚っていう字が入ってるんですね、実はこれ名所江戸百景は魚屋永吉さんというね、人が版元なんですね。
もしかしたら自分のことをさりげなくアピールしてるのかもしれませんね。そうなんですね。一枚の絵の中にいろんなことがアピールされてるんですね。そうですね。画面の一番奥に海が見えるんですね、はい。ちょうど一本隣の坂が潮海坂というんですけれども、やはりね、海は見えるということでついた坂の名前ですのでね、まあ、例えばここに来て、絵を見ていただいてですね、昔はこんな感じだったのかっていうふうに、まあ、思いを馳せていただくのもいいかもしれませんね。そうですね、はいはい、霞が関からお堀沿いを歩き次の地点に向かいます。国立劇場前にやってきました。あちらに見えるのが半蔵門ですよね。そうですね、はい、麹町1丁目山王祭り練り込みはこの地で描かれたと言われていますよね。まあ、だいたい画面を見てですね、位置関係を、比べてみますと、だいたいこのぐらいの場所から描いたというふうに思いますね、はい。人間は結構小さく描いてるんですよね。で、一方で山車は一番手前側の左手前のものなんて大きく描いてまして、結構遠近法をですねうまく使っている作品ですよね。で、こういう作品も、広重の、作品の特徴だというふうに言われてます。山王祭りは今でも千代田区の代表的なお祭りですよね。そうですね、うん、昔はお祭り行列が江戸城内まで入れたんですか。そうですね、神田祭りと並んで天下祭りというふうに言われているんですけども、これは、将軍家がご覧になる祭りという意味なんだそうですね。山王社、今の比叡神社を出発しまして、でちょうどこの画面に描かれていますようにお堀端を通って半蔵門から中に入ります。でちょうど今の乾門のあたりにですね、上覧所という場所があったそうなんですね。でそこで、まあ、江戸城の本丸とかから出てこられた将軍家の関係の方々がここにいますので、その前を行列が通るという形で、その先はですね竹橋門のところから外に出まして、で今度は宇治港の町をですね回っていたそうです。江戸っ子たちにとってはもう将軍様に会えることは誇りですよね。あ、そうですね。半蔵門を後にして私たちが向かった先は、高木さん、はい、貝坂とありますが、ここはどのような場所なんですか。江戸時代の初め頃まではですね、この辺は、貝塚というふうに呼ばれていた場所なんですね。貝塚、まあ、もしかしますとその向こう低くなってますんでね、はい、江戸の初期の絵図とかですと、今のあの江戸城の内堀の、はい、さらに延長でこの辺まで水辺が入っているような絵もあるんですね。ということはもしかしたらこの辺で、まあ、下で貝を取って食べたりしたというのがあるかもしれません。あとはですね、ちょうど半蔵門から四ツ谷、ね、にかけてのところのこの麹町大通りが、甲州街道なんですね、はい、ということは甲州は貝ですから、はい、甲州、でちょうどこの辺あたりがに一里塚があったと言われてますので、貝に向かうところにあった塚ということで、まあそれで貝、まあ、そういう意味の貝塚という言葉もあるのかもしれませんね。で、まあその貝塚の場所からこう降りていく坂ですので、貝坂というふうに名前がついたのじゃないかなって言われてます。またこの地域は甲州方面の守りの番につく武士が多く住んでいました。町割りや道筋は現在もほぼ変わっていません。広重が描いた麹町地区、次は日比谷です。その紹介に入る前に日比谷の成り立ちについて興味深い話があるそうです。日比谷公園の中の神事池に来ています。高木さん、この神事池はどのように作られたんですか。はい、この今池があるところは、日比谷堀というお堀があったところだと言われています、はい、池自体は公園を整備するときに作っているんですけれども、ちょうどあの奥の日比谷交差点のところに日比谷門という門がありまして、はい、そこから、
L 字型にお堀があったんですね。その一辺がここの池のところになります、はい。ね、まあ、ちなみに日比谷という地名なんですけども、海苔の養殖するときにですね、はい、昔は海の中に木の枝を突き刺しまして、でそこに、海苔をこうが絡みつくという形で、取っていたと言われてまして、まあ、そういうことから日比谷という地名が、生まれたというふうに言われてます。霞ヶ関のところが高台で、江戸前島が高台で、まあ、そこに挟まれる形で、低いところがあって、そこが入り江になっていたというふうに言われてます。なるほど。ではその入り江はもう埋め立てられてしまったんですね。はい、そうですね。徳川家が江戸に入りましてから、この辺り、まあ、江戸城を作っていくわけなんですけども、丘を削って、その土を使って入り江を埋め立てて武家屋敷ができるように、まあ、整備したというふうに言われてます。かつて入り江だったというこの日比谷公園、広重の時代は佐賀藩鍋島家35万7千石の神屋敷など8つの大名屋敷が立ち並んでいました。明治時代は陸軍練兵場として使われ、その後都市計画の一環として1903年日本初の洋式庭園日比谷公園として生まれ変わりました。山下町日比谷外桜田はこの地域を描いたものです。鍋島家上屋敷の赤門が現在の日比谷公園東門にあたります。この絵は現在の JR 山下橋可動橋付近から描かれたと考えられます。霞ヶ関と同じく正月の風景を描いています。手前に門松と羽子板、右端にはお城の石垣、左側の富士山でうまくバランスをとっています。埋め立てられた日比谷堀も広重ブルーで美しく描いています。今回紹介できませんでしたが、桜田門外の変で知られる外桜田を描いた外桜田弁慶堀麹町や紀の国坂赤坂ため池円形という作品もあります。空の青さは現在も変わっていません。広重ブルーと大胆な構図で美しく描かれた名所江戸百景、かつて暮らしていた人々の息遣いが聞こえてくるような気がします。皆さんも広重が描いた千代田区の旅を楽しんでみませんか。今回の我が町千代田いかがでしたでしょうか。我が町千代田は皆様と一緒に作る番組です。情報やご意見がございましたら広報・広聴課までお寄せください。それでは次回もお楽しみに。さようなら。